こんにちは、億万長者合宿でございますけども、今回お客様のために死ぬっていうキーワードねありましたけども、これね当時私本当にそう思ってたんですよ。というのが、経験もないし特技もないし金もないし大して時間もかけられないし何もないわけですよ。何もない時に普通人は自分には何もないですからって言ってね、やっぱり戦うこととか挑戦することを諦めるんではないかなと思うんですよ。でも人間ってのは生きている限り少なくとも最後の命っていう武器があるんですよね。その命を完全燃焼して使い尽くすことがきっと信頼に応えることだと思うんですね。まあいわゆる命っていうのは時間を使うってことです。そして同時にお客様の時間を無駄にしないってことですよね。だから返信スピード早いんですよ。これ当たり前だと思うんですよ。そのお客様っていうのは困った時にご質問いただいてるわけじゃないですか。だから3日後に答えたらもうすでに解決してるかもしれないし、疑問に対する熱が冷めてる可能性があるんですよね。でも疑問に思ったその瞬間に回答が来たらどうでしょうか。ものすごく安心されるんじゃないかなと思います。その安心が積み重なって信頼になると思うんですよ。まあ、ですので何を置いてもお金をいただいた方のためにしっかりとフォローアップしていく、努めていく、まさにすぐ即答できなかったら後ほど連絡申し上げますと、これでいいんですよね、吉田さんね。これはできるでしょうってことなんですよ。よく世の中ではね、当時歩きスマホっていうのが問題になってました。なんでね、歩きスマホするぐらい、それこそ食事をしながらでもスマホパチパチやってる人がいる中で、そんなに忙しくやってなんで問題解決できてないんだろうと思うんですよね。でそれ以来私は人前であんまりね、忙しそうにスマホをいじることはあまりしないようにしてるんですよ。それでも見られちゃってる場合があるかもしれませんけども、というのはやっぱりプロですからね。少なくともプロっていうのはいつの間にか終わってるっていう形だと思うんですよ。いつも軽々しくやってるような、それこそ苦労なんてしたことがないように見える、まあ、そんなのがプロだと思うんですよ。まあ昔ね、アンパンっていう言葉がありましたけども、アンパンっていうのは表面はパンなんですよ。でも中身は甘いあんこが入ってるんですよね。これアンパンっていうんですよ。まあ、私の時代でしたらアンパンって言ったらシンナーのことを言ってましたけどもね。シンナーっていうのは最初はきついけど中身は甘いっていうね、そういう比喩だったらしいですけども、私はまあそれも知ってるんですけども、私が思うのはやっぱ表面上はね、プロの人っていうのはプロに見えない、だけどもしっかりとこなしていく、逆にプロらしく振る舞ってる人っていうのは当てにならなかったりするんですよ。まあ、例えばね、まあ、IT の専門家ってみんな同じ格好してみんな同じこと言ってるじゃないですか。だからあんまり私はね、関わりを持たないようにしてるんですよね。それよりも IT の専門家じゃなくていいと、ビジネスの専門家であり商売の専門家であり、もっと言ったらですね、まあ、人の困ったを解決することが生きがいであるとかね、やりがいであるって方としっかりつながるべきかなと思うんですよ。お、また値上がりした。ちょっとね、今日ねドル円が調子いいんですよ。今日も人財産できるんじゃないですか、これは。ちょっと失礼しました。ということで、お客様のために死ぬっていうのは、当時私はその命しか持ってなかったから仕方がないですよね、それをかけるしか。だからね、なんていうのかな、人によっては本当に命をかけてしまって死んでしまったら元も子もないだろうっていう、そういうようなね、もっともなご指摘があるんですけども、あったんですけども、いやいや、自分の希望が何一つ叶わない人生はすでに自分が生きてるってそれ言えるんですかねって返したことがあります。それは生きてるんじゃなくて死んでないだけなんだと、私はね自分に言い聞かせながら、まあ、今はね本当に生き生きとまさに生きてますんで、やっぱりね体に気を使ったりとかね、先のことを考えたりとかね、なんかそういう地域活動してみたりとか、なんかいろいろ保険かけ出すわけですよ。要するに安全策を取り出してるってことなんですよね、これがね。なんかね、資金を分散してみたりとかね、リスクヘッジしてみたりとかね、海外の銀行にお金入れてみたりとか、詐欺案件には乗らないようにしてみたりとかね。いや、私が始めた頃はね、詐欺だろうが何だろうが乗っていたっていうね、考える前に資金入れてみたみたいな感じだったんですけども、当時挑戦するときは無傷では這い上がれないなと思ったんで、まあ無鉄砲にもなりました、命もかけましたけども、今はとても命かけないですね。それは別のものがあるからなんですよ。お客様の回答に答えようとしたら、今命を差し出さなくても問題解決がもう十分できるから、だから今はもうすでにね問題解決っていうスキルがありますし、経験もありますし、対処できるんですけども、当時は対処がねできなかったんで、命をかけるほどの誠意を見せるしかなかったっていうのがその回答です。まあ、ですのでこれは多分誰でもできるんじゃないかなと思います。命をかけるって言ったって本当に死ぬわけでも何でもないですからね。そのぐらいの気持ちでやってますよってことなんですよ。もうビビることはないです。人の悩みなんてはっきり言ってね、たかが知れてるんですよ。人間の悩みは人間が解決できるんですよ。全て幻想だと思います。神様しか解決できない問題があるとしたら、それはなんかね、重篤な病気とか不治の病とか、そういうものがあるかもしれません。戦争とか紛争とかね。でも私たちは今それに巻き込まれてないんで、少なくとも
ヘルプミーと手を伸ばせば誰かが答えてくれる、このね、寒いようで暖かい社会に住んでますからね。寒いのかもしれないですけどね、まあ、ちなみに厚生労働省の職員が23人でなんか深夜までなんか宴会やってたらしいですけども、厚生労働省の職員さんが宴会をやったってことはもうコロナは大丈夫だってことなんでしょうね、きっとね。だって小池さんも大阪の吉村府知事も素人ですからね、医学に関しては。だからあとマスメディアとかもね、素人ですからね。どっかに書いてありましたとか、どっか誰かが言ってましたってことを焼き直してるだけで、実際に情報を集めて研究して情報を吸い上げているのは、最先端で吸い上げているのは厚生労働省の、まあ、ドクターたちなんじゃないかなと思いますけどね。さあ、わかんないですけどね、本当はね。いってらっしゃい。